はいのみなさん、こんにちは。スターディーの河野ントです。今回はぜひ、すべての問題で超重要な考え方を身につけてもらいたい。今回扱うこの問題は、サンスオリンピックの問題なので、まあ、小学生でもね、解けるんですけど、この問題を解くにあたって、どういうふうにアプローチしていくか、その過程がですね、非常に重要なんですね。あることを意識するだけで、いろんな問題が一気に解けるようになるので、ぜひね、それをマスターしてもらえたらいいなと思います。 それでは問題。この三角形の面積を求めよう。まあ、非常にね、シンプルな問題ですね。ここが7センチ。で、22.5度、45度と。まあ、これね、高校数学の範囲に使っていいなら、めちゃくちゃね、汚い計算使ってご利用することはできるんですよ。ただ今回ね、まあ算数の範囲で解いていくと、まあ小学生の範囲で解いていくので、どういうふうに考えていくのか。もうこれね、押さえるべきポイントは一つ。与えられた条件を使い尽くす。 ということで、7センチっていう条件をどういうふうに使えるかな ?22.5 度、45度、どういうふうに使えるかなっていうふうに考えていくんですね。ここからね、与えられた条件から出発して考えていくと。そうすると、これね、22.5度って、まあ、算数の範囲だと使えないですよね。ということで、ぜひね、22.5度っていうのを見て、じゃあこれを2つ重ねてあげれば45度になると。だからこれ折り返してあげましょう。 そうすることによって、無事ね、22.5度っていう非常に使いにくい角から45度に変わってくれると。で、ここの部分は直角になるんですね。じゃあ、あとはこの四角形の面積さえ求めることができれば、それを半分にしたらこの三角形の面積になるなってことは分かりません。じゃあ次、この四角形の面積どういうふうに求めればいいかっていう話なんですけど、まあよくある考え方ね。こういうふうに対角線を結んであげたところを、 この対角線は垂直にね、交わるから、対角線×対角線 ÷2 でこの四角形の面積を求めていくと、まあ、こういった発想があるわけですね。でも今回ね、この2つの長さっていうのを求めるのはどうやら難しそうなんですね。ということで別の発想を考えなきゃいけない。まあ、今回ね、この45度と直角っていうのをうまく使っていかなきゃいけないわけなんですけど、この45度って言ったら、もうね、 直角二等辺三角形とかを使っていかなきゃいけないんですよ。そのことを意識しながら考えていくとまずねこの四角形っていうのはこの三角形とこの三角形に分解できる。でこの三角形をうまく等積変形してあげる面積を変えずに形を変えてあげるってことを考えるとこれはこの直線に平行な直線上にこの点を動かしてあげることによって面積を変えずにこの三角形の形を変えることができるわけですね。 そうすると、まあこれね、四角形の形をきれいに三角形にね、してあげるために、ここ伸ばしてあげましょう。ここ伸ばしてあげて、ここの部分とぶつかる場所に、この点を持ってきてあげる。そうしたら、この直角二等辺三角形っていうのは、この三角形の面積に移動することができるわけですね。そうしたら、この四角形の面積っていうのは結局、 この三角形の面積を求めればいいことになると。で、ここが45度ね。まあなんかね、ここ直角二等辺三角形になりそうだなっていう匂いはしますよね。あとはそれをちゃんと示していくと、まずは、これね、三角形を折り返してるわけだから、ここの長さが等しいわけですね。その結果、ここが直角二等辺三角形ということがわかるので、この角度が45度というふうになる。次に、まあここがね、平行であるっていう条件から、いろいろ角度を移せるわけなんですけど、 まあ、ここではね、ここが錯覚で、ここも45度と。でも、ここでね、一旦止まってしまうんですね。で、必ず思い出してほしいのが、これ、与えられた条件、ちゃんと使い尽くせてるかなーっていう話ですね。今、こっちのところでごちゃごちゃしてたわけじゃないですか。 でも実際のところ、ここが45度っていう条件をまだ使えてないんですよね。だから使えてない条件がないかなっていうふうに探すことによって、あ、こっちから攻めることができるっていうふうに気づくことができるわけですね。そうすると、まあ、ここね、二等辺三角形で45度だから、計算すると、ここが67.5度ということがわかる。そうしたら、ここの角度が67.5度っていうふうになって、まあ、この三角形の内角から、ここが67.5度と。 よって、ここも二等辺三角形なんですね。ここの長さとここの長さが等しいと。そうしたら、これね、こことここが等しくて、こことここが等しいことから、この三角形も二等辺三角形ということがわかる。で、今ここが90足す45度で135度なので、計算してあげると、ここの部分が22.5度という風うになる。よって、ここのね、角度が67.5度。 というふうになっているので、67.5、足す45、引く22.5度で、ここの角度が90度ということがわかる。以上より、ここの部分は直角二等辺三角形になるので、その面積は7センチる7センチる2分の1層。だから2分の49平方センチメートル。これは何かというと、 この直角に投影三角形の面積、すなわち、この四角形の面積、すなわち、元々の三角形2個分の面積なので、それを半分にしてあげて、答え4分の49、12.25平方センチメートルという風うになるわけです。こんな感じで、常に与えられた条件を使い尽くせてるか、これを自問自答し続けることによって、回答へのね、糸口が見えてくるわけですね。この22.5度っていう条件、どう使えばいいのかな あ、これ折り返してあげればいいな。こっちの方で角度ごちゃごちゃいじってる中で、あれ行き止まってしまったぞってなったら、使ってない条件ってあったっけっていうふうに整理し直して、あ、ここ45度っていう方から攻めていけばいいんだと。こういうふうに条件を全て使っていくと。この考え方をぜひマスターしてもらえればいいかなと思います。今後もこういう面白い問題たくさん扱っていくので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。